こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあ今回ですね、はい、ドラフト会議ですよ。ドラフト会議、もうドラフト会議が迫ってると。もうどうですか、どう見てますか、お二人は。今年は豊富じゃないの。豊富って言われてますよね。もうみんな上げてたらキリないから、はい、各球団のドラフト1位を当てましょうみたいな、はい、ああいいっすね。それありですね。なるほど。回からいきますか。じゃあ、はい、中日。中日ですか、ね、中日はね、俺ね、はいはい、やっぱピッチャーが欲しいと思うんだよ。まあまあそうですよね。で、あの広い球場でしょ、はい、ピッチャー育ちやすいんだよ、はい、うん。で、今年ピッチャーで失敗してるじゃない。打つ方は結構打ったしさ。あ、そうですね。だからやっぱピッチャーだよね。ピッチャーのどちらかというと即戦力が欲しいと思うんだよ、はい、高校ってなかなか即戦力にならないじゃん、うん。これ大学か社会人の一応取りに行くと思うよ。今一番誰なんですか、注目されてるピッチャーは。三菱重工名古屋に勝野っていうピッチャーがいるんですよ、うん。このピッチャー結構即戦力かなっていう。本当の即戦力じゃないと、うん、本当の即戦力だと思いますよ自分は、うん。ああそう、やっぱピッチャーってさ、たくさんいればいるほどいいからさ、出してなんとかなる、はい。いやお前中日失礼だな、お前。何ですか、中日5位だったぞ、お前。あ、すいません。おい中日って言ったら僕でしたっけ。じゃあ、はい、中日豊さんだと思うんですけど、豊さん、中日で第一声言ってほしい。あれ恥ずかしい、ここで恥ずかしいから被るやつじゃないですね、それ。ちょっと申し訳ないから。中日5位でしたけども、はい、阪神いきますか。阪神です。な、どういうの取るかっていう、やっぱここはやっぱ目玉が欲しいな。いや、ピッチャーとしても左が欲しいね。で、なぜかというと能見を中に入れたでしょ。うんうんうん、もう先発に戻ってくるっていうことはないと思う。まあ、なるほどね、うん。まあ、そうなってくると、はい、左ピッチャーが欲しいかな。左の側線でいいピッチャーいますか。左ピッチャーだと、高橋匠っていうピッチャーが。おサイズは176ですね。176、はい、だんだんやっぱ180以上小さいと、はい、甲子園の傾斜っていうのがさ、なだらかでしょ、角度がつかないんだよ。で、打たれる確率が高くなる。でもまあ、阪神はとりあえずあのピッチャーで行くな。なるほど。さあそこはまあ野手とかない、藤原君行きたいとか。左だったら左は取らない、うん、やっぱね、甲子園でね、左取ったら苦しむわ。左バッターがあの花風で、まあ、ラッキーゾーン作るとかいう話はしてるけど、はい、あのままで行くんだったら左バッターはね、育つのは時間かかるし、もう本当に短距離バッターじゃないとダメだな。予想はピッチャーと。横浜の、ね、これはもう見てんじゃないですか、一番。毎年野手だな。お、横浜は野手ですか。うん、それはショート、例えば小園とか、もうそろそろ野手いいの取っといた方がいいです。でもね、理想を言えば右バッターが欲しい。ね、左右左右左なんで君付けやん。いや、いいんじゃないですか、それは。気になってますよ、ずっと。ね、なるほど。じゃあ続いてジャイアンツ行きましょうか。いや、ジャイアンツは、はい、まあピッチャーでも野手でもいいんだけど、はい、まあとりあえず、俺は内野手の坂本の後まま。なるほど。ああ、原さんですもんね。だから坂本はそのまま引退じゃなくて、はい、ちょっとコンバートして、やっぱショートをできるやつ、うん、坂本がサードだったらサード、はい、岡本ファースト、うん、で、ショートに小園、もう完璧じゃない。それと、だからネームでもいいと思うんだよ。おお、だから俺は坂本、はい、野手のドラフト1位でいくと思うな。おお、巨人は野手のドラフト1位、うん。まあ、でも確かに坂本選手の後釜を探すっていうのは結構ありえるかもしれないですね、うん。坂本の穴っていうのはさ、ね、なかなか埋めらんない。かなりでかいですからね。本当に小園とかネオンがいる時に取っとくべきだよ、取れるとしたら。じゃあ続いてヤクルト。ヤクルト、ヤクルトですね、うん。はい、やっぱピッチャーだな。あー、ピッチャーっすか、うん、もう右でも左でも即戦力、即戦のピッチャーっすか、うん。だからその日体大の松本選手、うん、あー、いいね。 あと東洋大のこの上茶谷君。でもね、俺ヤクルト的にはね、はい、まあそういうピッチャーもいいけど、投げ方とか見てると浦和の渡辺、渡辺出た、ここでヤクルトになんかハマるような気がする。あー、第一抜けますね、多分渡辺君は、うん。ということで、じゃあセリーグ1位の広島はどうですか、はい、もうこれ俺なんか吉田行きそうな感じがする。あ、ここでですか。でもそれが余裕があると思うんですよ、だから。いや、ある高卒上がりの選手育てるのうまいですよね、ピンチが。マドゥアとか、うん、そうだし。だからそういう意味では、はい、吉田行くかな。うん、ありえるかもしれないですね。セリーグはもうこういう見解ですかね。これそういうことで、今度パリグ編な。パリグ編、はい、行きましょう。よっしゃ。